まあ、表面にどんだけそのしつこく自分の仕事が残せるかっていう、そこに多分こだわりがあるのかなっていうふうには思います、ね、彫刻と実像の境界線を求めるアニマルアート。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は彫刻家中里裕太。今月行われる木彫展キシロロジーに参加する彼が、自らの木彫に一番こだわるポイント、まあその表面描写にあるかなって思うんですよね。日本の昔の方なんかは表面に出てくる形を追っててたんですけど、まあ、近代彫刻あたりのロダニズムとかっていう時らへんにそうじゃなくて、まあ、内面にあるボリューム感とか動きとかっていうところにこう移行してったんですけど、まあ、僕はどっちかっていうと表面に出てくる形を追いたいなっていうふうに思ってたんで、その中でも特に力を入れ表現しているのが毛の表現っていうところで、まあいろんな人が多分やられてきたのかなって思うんですよね。いかに硬いもので柔らかく表現するかっていうか、石に見せないとか、まあ僕で言ったら木から違う存在にこう移り変わっていく瞬間っていうか、なんか毛っぽくなってきたなみたいな、でそこで止めるっていう感覚があるのかなって思うんですよ。だーっとこう全身を覆ってって、まあ、ある時期になるとなんか 木を掘ってるっていうよりも、なんかこう一つの存在になってきたなっていう感覚になる瞬間、そこは多分僕の彫刻になる瞬間だと思うんですよね。さらに色付けにもこだわりが、色塗ってないとやっぱ木だなっていうふうに思っちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、パッと見やっぱりその存在があって、その上で、あ、これ木でできてるんだっていうところに多分行けばいいのかなぐらいに思ってて、基本的にはアクリル絵の具っていうやつですね。たまにこう油絵の具とか使うんですけど、やっぱ少しこう見た時にもうちょっとこうポップな感じっていうのもおかしいんですけど、少しこうマットに見せたいとか、そうなった時にアクリル絵の具の方がいいかなと思って。リアルとして存在するアニマルアート、そんな中里裕太のブレイク前夜。彫刻はまあほとんど肉体労働みたいなところがあると思うんで、そこでどう噛み合ってくるかというか、自分の心の持ちようと肉体の惚れていくスピードとかもあるだろうし、あとはその目がクリアに見えてる状態っていうか、見える瞬間っていうのが多分その肉体的な部分でもあるし、精神的な部分にも絡んでくるのかなっていうふうには思うんですよね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家前原冬樹のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。